おはようございます。本日のニュースです。株式会社グリコによる新書が、緊急速報です。緊急速報です。TYT Can You See Me 息漏らし母事件が発生した模様です。若手 K-POP アイドルグループ TYT こと Tomorrow by Together は、約1年ほど前から度重なる犯行により、本日逮捕されました。パフォーマンス中に、クヘジョ、死にそうだと叫んでいたそうですが、ファンであるモアをエロエロメロメロ状態にしたとともに半殺しにしたことから大変悲惨な事件と言えます。ちょっとエッチな想像しちゃいました。40が呼吸する酸素になって40の体内に侵入したいです。私が死にそうな時 TYT が耳元でって言ってくれれば心よく焦点できます。緊急速報大変失礼いたしました。番組の構成上先ほどのニュースはカットさせていただきます。続いてのニュースです。福井県鯖江市による漁獲が緊急緊急速報です。BTS バブミ深み事件が発生した模様です。世界トップアイドルグループの BTS はバブミが深すぎたことで逮捕されました。楽曲ファイヤーボーインラブドープの3曲にて幼稚園バージョンを披露し、ファンであるアーミーに対しバブミを全開にし濃殺していたことが明らかとなりました。万端幼稚園の子供たちをうちの母乳で育てたいです。3歳しかない5歳しかない、とりあえずよしよししてあげたいです。万端の凄さとかっこよさ見てると、まあなんかこっちが人間やめたくなりますね。これ人間ですか？これ人間の領域を超えて可愛い生き物ではないでしょうか。また犯行グループのメンバーのジミンはラジモララと不可解な言語を発しており、宇宙人であることも視野に入れて捜査を進めております。度重なる緊急速報大変失礼いたしました。お時間を考慮しまして恒例のブルージャンケンといきたいと思います。ブルージャン、緊急速報です。トレジャーボーイチェ・ヒョンソク愛嬌事件が発生した模様です。新人カリスマ K-POP アイドルグループトレジャー所属チェ・ヒョンソク容疑者は今日未明エロすぎて逮捕されました。ヒョンソク容疑者は楽曲ボーイにてチートレジャーの部分の振りを通常と変え、ファンであるトレジャーメーカーの意識を失わせていたことが明らかとなりました。ヒョンソクの澄ました顔でね、トレジャーってやってね、こう何人のトレジャーメーカーの命がなくなったことが、もうそのね、戦争のねヤバさを理解してないね、ヒョンソクはね。もうこれはもう戦争だよ、もうこっち命、科学的な分析をするとね、あそこでトレジャーとやらずこうやったことはね、あのギャップね、まあ、サッカーで例えると右サイドが上がってきてマイナスのクロスを上げると思いきや一旦下げてそこにプジョルいたみたいな感じ。スマして顔でトレジャーメーカー殺してくんねん。こっちは命なんかあっても持たねえんだよ。私はここのトレジャーのとこよりもね、シーのところのこのシーのここのこっち側になりたいです。